すみません。岐阜市立長森東中学校の三浦と申します。よろしくお願いします。私は、今年の4月、去年か、4月から、ロイロノートを始めて、使い始めて、まあ、1年経ったってところなんですけど、それまで、某 B 社の、なんとかシードっていうのをずっと使ってて、そっちの方で結構実践は頑張って積んだつもりだったんですけど、まあ、自治体が変わった時に、ロイロノート始めてくれることになって、どうしよう、変わっちゃった、何やっていけばいいやろうってすごい心配だったんですけど、まあ、使ってみたら、あ、やっぱり共通するところもあるし、あ、もっとこっちの方が、ロールの方が使いやすいなってとこも結構あったので、まあ、いろんなことをこの1年ちょっと試させていただきましたので、まあ、それについてざっとお話をしていきたいと思います。なので、ちょっと私の話す内容が、まあ、ICT に苦手意識を持つ先生とか、あとはこれから、ロイロ、新規採用の先生とかで使っていく先生向けにちょっとなっちゃうかなと思うんですが、まあ、そういう学校、そういう先生方がね、4月から学校見えたら、お話ししていただけるといいんじゃないかなと思います。では、ちょっと話させていただきます。まずこちらなんですけど、5年生の国語の授業で調べたことを正確に報告しようという、みんながしご過ごしやすい街へっていう単元あるんですけど、まあ、調べたことを、本や、まあ、インターネットのホームページとかから引用して、書くっていうことがちょっと活動の中心になってくるんですけど、やっぱ今すごく書くのが苦手な子、まあ、書き写すのすらやっぱ苦しい子っていうのがちょっと多いので、その子たちの支援がなんかできないかって考えた時に、あ、ごめんなさい、ちょっとなんか変になりました。まあ、カードのいろいろね、コピペができるとか、そういう機能をちょっとうまく使って、まあ、組み立てメモが簡単に管理できるよ。それから、コピペを使って、まあ、書くことに抵抗があるこの負担減らすよ。で、あとは、いっぱいいろんなメモを作ったら、それを生徒間交流使って、これ欲しいな、これ足りないから欲しいな、あ、私のあげるよっていうやり取りが、簡単にできる。ということで、まあ、楽にするだけじゃなくて、自分の学習内容のレベルアップが図れるな、ということで、活用しました。で、まあ、実際子供たちなかなか書くの苦手な子多かったんですけど、まあ、こういう機能があったことですごく楽しんで、メモをいっぱい作って、で、最終的には、まあ、レベルの差はあっても、みんな文章を書き切るってことができたので、すごい良かったかなと思ってます。で、まあ、それ以外にいろんな形で使ったのが、まあ、同じ5年生の国語なんですけど、提案しよう言葉と私たちという単元で、まあ、事実と感想、意見を区別して説得力のある提案を行うっていう授業なんですが、まあ、生活の中でこれ課題だなってことを見つけて、で、なんでそれ課題なんだろう、どんなことが原因なんだろうとかいうのを、まあ、仲間内でちょっとアンケートを取って、じゃあこういう結果があるから、こういうことを提案してきます。例えば、いつもいろんな人にありがとう言おうとか。で、実際現状としては、なかなか恥ずかしくてありがとう言えてないとか。そういうのがあったら、提案していくっていうものを作りたい授業なんですけど、まあ、アンケートを紙で作ってると、やっぱすごい作るの大変なんですね。で、集計もやっぱり偉いんですけど、まあ、ロイロノートすごいありがたいことに、本当に子供でも簡単にアンケート作れてしまうので、たたっと作って、で、しかも結果がパッと一瞬で出て、棒グラフ、円グラフにもできる。で、円グラフになるとすごく視覚的に、ね、どれが占めてる割合が大きいかって分かるので、これを本当にコピペするだけで、プレゼンの資料が出来上がってしまうんですよね。で、子供たち本当にこれ、あ、便利だ便利だ楽だって言って、授業で、まあ、ちょっとアンケート作ったら、先生ちょっと個人的に調べ学習とかで、ちょっとロイロでなんか作っていいとか言ってやってる子たちもいました。それぐらいちょっと簡単で面白くってハマっちゃった子もいますね。あ、また出た、ごめんなさい、なんだこれ。それから、本校、学び方交流会っていうのを行ってて、上の学年の授業を見に行って、それに対して、まあ、感想を送ったりとかもしてるんですけれど、まあ、
多学年や多学級とのやり取りも割と担任の先生の提出箱と担任の先生のアカウントを返せば簡単ということで、参観した学年の良さとか、そこから私たちこういうこと頑張っていくよっていうのをバッと書いて、でそれをバッとつなげ提出箱に出して、で私の方が集める、で、学内専先生専用の提出箱を介して、他の学年の先生にこういう感想がありましたって、渡して見てもらうと、あ、こんな感想書いてくれたんや、ちょっと子供見せるねっていうふうに、先生同士のやり取りもすごい簡単になって便利だったなと思います。はい、それから応援団ですね。今年私応援団担当したんですけれど、共有ノートを使うことで、予定話し合いの内容を簡単に共有できたり、あとはその場でこういう歌の内容がいいんじゃない、こういうやつがいいんじゃないっていうのをどんどんみんなで同時で打ち込んでいくことで、みんなメモを取らなくても済んだりとかで、時間短縮になったりとか、あとはもう応援動画をどんどん貼って、練習動画をどんどん貼っていくことですぐ振り返りができて、で私たちも練習動画貼って、でそれに対してこうだよってコメント入れたりして、子どももすぐ覚えなくていいし、見直しながら実際、あ、先生そういえばこんなこと言っとったな、あ、こうやって書いてあるやんとか言って振り返りもできる。でも本当にこのやっぱ映像簡単に共有できるので、子どもたちも本番のやつ欲しいな、みんなでやってるやつ欲しいなっていうのはあったんですけど、まあちょっとやっぱ全校が映ってるとちょっと肖像権の関係で配るのは難しかったんですが、じゃあちょっと先生のところに見においで、思い出に浸りたかったら見せてあげるからねっていうこともちょっと簡単にできるのでよかったなと思います。それから同じ応援団でも、動画を貼り付けれるので、各クラスとか、個人で練習したいっていう時にすごく便利でした。で実際やっぱり低学年とか特別支援学級とか、じっくり練習させたいクラスなんかは本当にこれがあったもんで、少ない全校練習の時間でもなんとかなったよって言ってくださいました。あとそれから英語の授業なんかでも結構使うことがあって、やっぱりきちんと書くときには鉛筆を使ってプリントを使わせるんですけれど、ちょっと難しい言葉とか、ちょっと簡単なスピーチの原稿なんか作るときに、なかなかお手本を見てもうまく字が書けない子とかに、翻訳ソフトとかから持ってきたものをコピペして原稿を作る手助けにしたり、あとは、読むときなんかに何色読んでみたいなことを指示できるので、日本語でここだよとか詳しく言わなくても伝わりやすいので、なんかオールイングリッシュ、なるべくも英語だけで指導しようっていうのもちょっと挑戦しやすくなるんじゃないかなと思っていろいろ試してみました。はい、すいません、ちょっとダラダラといろんな方法を話しちゃったんですけど、なんか一つでも、あ、なんかあた、こんなのできるんやとか、あ、これ使ってみようかなって思っていただけたらありがたいです。